図書館で勉強勉強。よしよし、あげた。かわいいね。で光を入れていくよ。これでキュアアンジュのメイクの終わり。あー、これが私。なんかキュアアンジュさんみたいな優しくてキラキラな目になってる。今度は髪型。今からいい感じになっていきますからね。はい、ゴムで結びます。ハーフアップ。私の髪はとっても毛量がありますからね。形を整えたらこんな感じで私の髪型のフォルムに似てるんじゃないかしら。すごーい、いい感じ。白い粘土を四角くカット。半分に切ったストローでベースを作っていくよ。模様をつけたらもっとかわいいかも。青い粘土も伸ばして細長くカット。青い粘土をつけて畳んで畳んで、スカートにまたオーガンジーリボンは透け感があるリボン。リカちゃんのこの肩の長さに合わせてカット。これと腕につける部分もカット。両面テープとかで貼るといいかも。これでなんだかシースルー。そしたら青い粘土をこんな形に切ったらリカちゃんの胸にペタ。空色の粘土を縁取ったら手首に青い粘土を巻いて白い粘土を伸ばして伸ばして、こんな形とこんな形を作ったら首と手首に巻きつけて青い粘土を手首に巻いたら腰に青いベルトを巻いて、こんな形に切った粘土を畳んで畳んで飾りもつけて白い粘土をこんな形にして羽の形になったよ。これを水色の粘土を伸ばして伸ばして、輝くの悩むこと
私のはずなんだけど、なんだか物足りないと思ったのよね。あ、わかった。髪の色が違うんだ。バイバーイ。よろしくね。